来月7月は社会を明るくする運動協調月間です。この運動に先駆け6月11日松坂保護司会の代表7人が竹上市長を訪問し、運動への協力を求める内閣総理大臣のメッセージを伝えました。この日は松坂保護司会副会長の久松道夫さんをはじめ7人が竹上市長のもとを訪れ、内閣総理大臣のメッセージを伝えました。メッセージは、犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの更生に理解を深め、明るい社会を築こうとするこの運動への協力を求めるものです。メッセージを伝えた後、参加者たちは広報誌の表紙に高校生がデザインした絵を採用したことや、ケーブルテレビ局に出演したことなど、昨年度に取り組んだ活動を説明しました。また今後の活動については、保護司と学校が連携していくことや、薬物乱用防止の講座を開いていくことなどが話されました。竹上市長は、皆さんの活動は運動の名前の通り明るい社会づくりにつながっていると思います。コロナ禍による新たな犯罪も現れており、引き続き協力をお願いしますと話しました。7月から社会を明るくする運動の、協調月間でございます。でこういうのを各振興局などに置かせていただいておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、7月にはご覧の行政チャンネルで松坂保護司会が制作した番組を放送します。ぜひご覧くださいね。